話題になったコイルトレイン、まあどっちかというと世界一簡単な構造の電車っていう名前が一番流行ったかもしれないですけど、まあその教材を紹介したいと思います。はい、じゃまずは、早速ね走らせていこうと思います。はい、じゃまずこのコイルの中に電池を入れると、あれ逆かな、あ、痛い痛い痛い、お、すごい。全然。あ、思ったより早いね。で、このように、別に磁石っていうか、モーターとかじゃなく、勝手にね、自立して走るっていうのが理想ですね。じゃあそこに一回止めて、じゃあ何を走らせてるのか見せて。今走ってたのはですね、このトレーンは何なの？まあ本体は電池ですね。単4電池。乾電池ね。乾電池ですね。で、まあ、左右にはネオジム磁石が3つずつついてますね。これが走ってた本体になります。で、まあ、磁石なので別にテープとかでね、こうやってつけてるわけじゃなく、そのままくっつける。そのままくっつけます。なるほど。で、まあ今この外側ですね、外側の面をこっちに近づけるとこうやって反発するんですね。じゃ、外向きに同じ極を外つ向けきるにっつていけうるとのが、はい、大事なポイントです。ね。で、その茶色い線なんだけど、あ、これですね。導線？これは導線です。エただナメル線ではないはい、その被膜がないものを使ってます。まあ、といこれうもことは？電気が通るように被膜がないやつを採用してますね。なるほど。ここが接触して電気が流れないと動かないんで、被膜があると良くなネいオでジす。ム磁着自体が表面電気流れるんだよね。はい、普通の磁石だとちょっとできないかなもるですほね。ど。じゃあ磁石と電池と、あとはまあ、導導線っ線。てことだはい。から例の電磁力が関係するわけだね。そうですね。こう。じゃあ今左反時計回り回った？ああ、そうですね。そっち周りに回ったん今で。度逆にできる？あ、できます。まあ、電池の向きを変えるか、磁石の極を逆にするかっていうだけなんですけど。よいしょ。と、秘密の工夫を。はい。じゃあ、こっち周りですね。になると思うんで、やってみようと思います。じゃあ、いきますよ。せーの。あ、落としちゃった。こっちか。せーの。はい。はい、逆回りです。早いですね。これ結構電池消耗が激しいです。かなり激しいです。導線だからほとんどあれか、蛍抵光が抗ながいなかい、ら。はい、ので、一気に消耗されちゃうっていうのは。でも走らせてると、今ちょっと見にくいんですけど、さっきの多分こっち回りの時はよく見えたんですけど、電池が回転しながら進んでるっていうのもちょっとね、面白いポイントだと思いますね。まあ原理をちょっと落ち着いて考えてみようということで、まあ、まずは普通に走らせるんですが、まあこういうふうに進むわけです。いろんなところにそのコイルがつく磁界とかね、右ネジの法則とかって説明してあるんだけど、はい。ちょっとなんかね、説明違和感感じたので、もう少しこうミクロ的っていうかさ、考えてみると、どんな。じゃあ仕組みを解説していきます。まずは、まあトレインがこうあって、ネオジム磁石がまずこの巻いてある導線、まあコイルに触れることによってまず通電します。で、ネオジム磁石そのものが電気通すんだよね、表た面ね。だ、ま、あの電池は周りがコーティングされてて電気を通さないと。で、そので、磁石と導線がくっついて電気が流れるってことだよあ、ね。そうですね、ここそでうすす。るとコイルに電流が流れると、はい。流れそうるすると、今回の場合は電流がこういうふうに流れていくので、右ネジいのわ法ゆる則で言うと、コイルが作る磁界ってやつね。はい、まあ、右ネジの法則で言うと、電流がこの向きに、奥側ですね、こう流れてるので、親指の方向が、N 極になるっていう話です。なので、コイルの作る磁界のこっちは N 極、こっちは S 極ということになで、磁石のる。はい。くっつき方が、あ、こうですね。ここは、親指の方向は N はい。だから SN の順にくっついてるでしょ。だから N 極が反発するってことあ、ね。そうです、そうです。なので、で、ここは反発。
でむしろこっちは、まあ、同じ、外側が N 極なんですけど、うん、磁界がつくの S なんでここは引き合うと、うんうん、反発する推進力と引き合う推進力の2つが合わさって、うん、推進力を生み出しているという、うん、はい、話になるんですが、で問題はそれがなんで持続するかって話だよね、うん、なんか電気を流せばできそうなんじゃないかと、うん、このコイルじゃあもう一回それでうん、じゃあそのさっきの説明の通りにいけば、うん、このコイルに、電流を流して磁界を生ませれば、うん、ちょっとトレインが動くんじゃないかということで、うん、今回は電池をこの外部電源で補うので、うん、その代わりに、間に挟むのはこれですね、鉛筆を挟みます、うん、電池じゃなくてね、はい、電池の電流の影響を排除してこの木製の鉛筆を使えばいいと思います、ね、じゃあ同じように両端に磁石を貼り付ければいいわけね、で貼り付けるのは一応あの両面テープで貼り付けます、はい、まあ、個数は変えずに3つずつで、うん、まあこんな感じで、じゃあこれで中に仕込んで、じゃあもうこれ中に仕込んじゃって で外側からあの電流流せば動くんじゃないかっていうかどうかで、ね、じゃあやってみて、プラス極つないで、じゃあマイナスつなぎます、うん、せーの、はい、なりました。まあ全く動いてないと、動かないね、ということは、まあ、さっきただ単純にコイルに磁界を生じるだけでは、作るだけでは推進力にならないってことだよね。じゃあ何がどうすればいいか、ね、ここで考えられることとしては、うん、もっと狭めて このトレインの周りにの近くに電流を流してみれば、うん、そこでできる磁界、この付近でできる磁界、うんうんうん、もう一回仕込みます、うん、ここまで一緒なんですけど、うん、さっきは両端に繋いだんですけど、そこの鉛筆のとこに付近だけで電池が入った時は動いたわけだからね、はい、うん、さっきと同じ状況でそこの局所的にっていうかそこのエリアだけに電気を流したらどうなるかっていうことだね、はい、うん、やってみて、とあやっぱり動くと、なるほど、はい、ということは、はい、今磁界が意図的にこう動いてったってことだよね、今手でもこうやって動かしたんですけど、うんうん、磁界がやっぱ移動 、うん、してこれも移動するっていうのが、なるほど、磁界の磁界の移動に伴ってその磁界を変化させることでそれが推進力が維持されるということだね、うん、だからその、ね、固定しっぱなしはダメだね、ダメってことです、うん、その連続的に磁界も移動しなきゃ進まないってことですね、うん、こういうふうにということで、じゃあやっぱり乾電池でそこで完結してないいけないってことだ、ね、そうですね、乾電池は今の感じと同じようにこうですか、うん、なるほどね、それと全体で一緒に動くってことがこのコイルトレンの推進力を連続的な推進力につながってるってことだね、だそのなるほど、まあ世間一般で言われてるこのコイルに電流を流して磁界が生まれたからでは不十分、うん、それだけ説明できないよね、はい、うん、っていうのが変化っていうのに、そうですね、こうやって今なるほど、ね、電流もこうやって磁界と一緒に変化してるわけですけど、なんか説明すっきりした、うん、分かりました、はい、